パラオ語は、パラオ共和国の現地人の母語で、同国の公用語である。オーストロネシア語族のマレーポリネシア語派の西語群に、属しチャモロ語と並び、ミクロネシアの二言語のうちの一つと考えられている。和社は、パラオ国内を中心に約1万5千人に人いると推定されている。パラオ語における音素には、六個の母音と1個の死音があるとされる。国際音声記号に従うと、 以下のように示される。パラオ語の音素は比較的少ないが、多くの音素が前後の音環境に応じオ音として現れる。イオンを含めた完全な死因の一覧は以下の通りとなる。パラオ語には複数の二重母音が存在する。そのリストは以下の通りである。パラオ語では数える対象によって異なる数字セットを用いる。例えば人数を数えるときは、タン、テルウング、テデー。 バナナの房は、ティールド、イレオ、イディウ、長さのあるものは、テル、エルオ、エデウオのように表現する。どのような事物の数量であるかを表す点は日本語、等における助数詞と同じだが、設備字でなく、単語自体が独立している点は特徴的である。パラオは19世紀から20世紀にかけて、スペイン、ドイツ、日本、アメリカによって統治されたため、パラオ語の単語には、 数多くの外来語がある。本校ではその一部を下の表にまとめる。スペイン語からは主にキリスト教関連の語彙が定着した。ドイツ語からは日用品語彙の借用が多い。反対票を訴える立てにいた。文中の選挙は日本語の選挙に由来を発するパラオ語である。歴史的経緯からパラオ語における日本語からの借用語は非常に多い。 パラオ語の単語の約25%が日本統治時代の日本語が由来の単語であるとされ、政治用語、学術用語から日常表現まで幅広く用いられる。さらに単語にとどまらず、例えば聖火隊の練習中に、イケラッツに並んで、元気、出して、と言い合うなど、フレーズとして日本語が定着している。日本語教育を受けていない若い世代や子もたちも、それが日本語由来であると、 意識せずに用いており、定着につながっている。日本語由来の語を人名に用いることもあり、太郎、国を、よしこなどのほか、神社、車など日本では人名に用いない語を用いる例もある。英語の単語は、戦後になってから入った単語もあるが、日本統治時代に日本語を経由して入った単語や和製英語もある。英語、ありがとうございます。